にちは、ダタキングです。1曲目はハネサカールさんの Thousand Miles っていう曲をお送りしました。で、次は、オリジナル曲、私が作曲をして、スーちゃんが、歌詞を書いていただいた未来という曲を歌います。よかったら聴いてください。未来です。次は、ブラジリアンカントリーブラジリアンカントリーミュージックをちょっと歌いと思います。皆さんあんまり聞く機会ないかもしれませんが、コインシデンシャーという偶然という、歌を歌います。で、皆さんにちょっとお手伝いをいただきたいんですけど、中にコラシャをね、ハートっていう意味の歌詞があるんですけど、そこにちょっと合わせてコラシャをちょっと作っていただきたいと思います。はい、で、本当一瞬なので、はいっていうので皆さんで、ね、一緒にコラシャを作っていただけると B メロに、はい、入ってくるので、ぜひ一緒に見逃さないでお願いします。はい、お願いします。
少々お待ちください。こんにちは。なかなか MC やる場面がないんですけど、ほほほほと、ね、どっかで声ってたくなんですけど、私らね、ラタトゥイユいろいろちょっとパートチェンジがね、ちょろっと前はね、全員がパート変わってたんですよ。私も何を隠そう隠しませんけど、ギターやったりとか歌を歌ったりしたんですけど、最近はもうここにおれということで、ここから出られない状態になりましてですね。まあそうは言っても、この歌姫2人が、ほとんどこのボーカルやれば片方がキーボード、または片方がギターやるとか、まあ、アメちゃんベースもやったよね。ましたね。わざわざ買ってですよ。なんちゃってベースです。なんちゃって。いやあれ以来見てないですね。あれ以来見てないですね。すいません。なかなかかっこいいモデルで、真っ赤な真っ赤なね。もうまずほらファッションから入るじゃないですか。色からね、うん。そのマイクもいいでしょ、なかなかね。骸骨マイクね。よく光って外れないんだっけ。そう、外れない。もうね、はい、絵ごと撮っちゃう。絵ごと撮っちゃう。ちゃんみたいな。Come
とうございます。なんかすごい大物ミュージシャンがいっぱい来てすごい緊張しちゃってえ、そこそこになんかいてなんかみんながやったらすごいぜここのお客さんみたいな感じでちょっとすごい緊張してさっきここにピック挟んだままずっとチューニングしてて私死んでただねそうなの、びっくりしちゃった緊張半端ない半端ないよ、本当にありがとうございます、嬉しいですで大物のお客さんの方がうまい、お客さんの方がうまいっていう気になってしまった、ありがたい。次の曲オリジナルなんですけども、皆さんアマチュアバンドをされてるので経験があるかもしれないんですけど、ある日私はちょっと歌を歌って、で次の日に見に行ったステージの人がすごいかっこよくって、あ、なんかこのまま帰っちゃいけないと思ってミスドに行って曲を書いてそれをそのままなんかこう自分も歌うけど見てる人のこともすごいいいなって思って、まあ、ちょっと好きになってしまうみたいな、そういうストーリーだって知ってましたか？そう、ね、私つい最近それ知ったんだよね。そうですよね、今知ったよ。あ、本当に今はい、そんな感じで、あの適当な、じゃあ初々しく挑戦してください。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。オーディエンスです。静かに叩けって言われてちょっとあのこちらにいますけど、バスタオルだけ聞こえません。
なるべく小さく両方できる。すごい。ドラムソロないの今日。ちっちゃいドラム。ちっちゃい。違うステラシーさん。次はね、こちらでいい味を出していらっしゃる、白シャツの男性は石川慎さんなんですけれども。今何個ぐらいバンドをやってらっしゃるんですか。次の曲いきましょうか。もうね、覚えられないんだよ。あ、そうか。数十個って話でね、もうね、昨日のことも覚えてない。もうね、はい、大変なお忙しさもありがとうございます。今日ちょんちょんって叩いたらカツアゲかと思ったってびっくりしてましたけど、経験が朝ね、朝です。そうですか、分かりにくいけど。じゃあ何こう、例えばでこうなった。久しぶりの親父が言いました。確かにですよね。そんな小さくこちらにいる美しい女性はですね、アケミなんですけど、先ほどブラジリアンカントリーをお歌いになりましたが、ブラジル生まれブラジル育ち15年でしたっけ。ボルトファールもちょっと食べてみて会えたんですか。もんじゃ焼きでね。今もんじゃ焼きです。もんじゃ焼きです。そうですね、オリジナル曲とかいろいろ作って、やってます。私高校の軽音楽部からずっと一緒でやってます。で、私はボーカルのサーシー。
そうな4人なんですけど一つ共通点がありまして、人の子供がいる人の親っていうことで、ちょっと次はこの曲を聴いていただきたいと思います。その来たか、その来たか。Sweet Child of Mine。